茨城県道328号国井田等とい、停車場線取出上高い森屋市水木屋6.7丁目、茨城県道328号国井田等とい、停車場線は、つくばみら市ヶ谷井田より、茨城県取出市の関東鉄道上層線等問い駅までを結ぶ県道である。つくばみら市ヶ谷井田より古海川を越え、森屋市のニュータウン、パークシティ森屋内を経由し、 取出市の関東鉄道上層線と都井駅までを結ぶ道路である。筑波未来市内は田園地帯、森屋市内は並木道の整備された住宅街、取出市内は農村部を経て旧都都井村の市街地に至る。1959年10月14日、新たな県道として筑波郡稲村、大あざたに、 伊田を起点とし、北相馬郡取手町大技米の井の稲、都井停車場を終点とする区間を本路線とする、県道国伊田島都井停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号328となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、つくばみら市ヶ谷伊田森谷市水木の間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。